形成シアター始まります。バスの告知ということでまた出させてもらいます。アイキです。タケルです。タケルです。唯一生き残ってる弟と見まして、多分知ってる人知ってると思うんですけど、弟と見まして、ヒロとかそこら辺飛びまして、唯一仲のいい、ね、後輩といいますか、一番生き残りです。生き残りです。タケルだね、面白いよね。なんかほら退入できた時で、はい、そうですね。来たからそう、弟がね、飛んだ、春樹が飛んだ2日目、3日目あたりで、2日目で来たのか、ね、春樹が飛んだ次の日に不思議となんか気がかって、ね、こいつ登場したと思いきや、そう、それでで、一緒に3日間、4日間ずっと一緒に回ってたんだけど、紹介とか裏面すごいって言って、裏面、弟と子供の頃のツーショットなんですけど、飯の、いや弟今風邪でいないんだよね、今日2日目なんだけど、3日目も同じ感じだったんだけど、4日目あたりからね一緒についてて、いやもうね、飛んじゃったんだよ弟とかついに明かしましたよとかつって、あれみたいな話ですね。急展開でしたね、あれは。なんで唯一の生き残りなんですよ。お疲れ。お疲れです。いえ、お疲れです。お疲れ。お疲れです。おはよう。本当の兄弟です。だからプレミアムな肉まんかってきちゃった野菜スティック野菜スティック一人一個っていうね、すごいですよ。プレミア大体プレミアムだから、ヘッパあげる。ありがとうございます。ヘッパヘッパ、サラミ食べよう。めっちゃ食うやないですか。ねえ、ほんとに風邪って言われてますよ。そう、コメント読まないでやばい。意外と流れてます。どうやってもんだろう、分かる。いや、出ねえんだよ、これな。分かんねえんだよ、これ。分かんねえ。風邪と言いますから、誰の話を。いや、風邪、大体みんな引いてます、今。で、ホストはね、風邪気味と言いますか。基本風邪気味なんで、体調いい時ないんで。そうですね、体調が。うるさい。で、本当の兄弟です。はい。実の兄弟。実の兄弟じゃなきゃよかったなとか思って。まさかの俺に借金背負わせやがったから、あいつ。サプライズですね。サプライズ、いい弟だよ。笑えないです、笑えないです。全然笑えないです。早くも、もうあと2日っすか、あいつさん誕生日。そうね、バスで2日、2日後です。16日やります。はい、こいつ上のこいつね、難しいですね、バーゼン。うん、そう、で、22日は会長のバースデーとなっております。はい、20はシャトーだかフローだかでやりまして、21もその、ね、やりまして、で、22がドリームで、はい、やるんですよ。なんとっすね、コメント全然読んでない。まあ、後でね、よし。そうなんですよ、会長は今日来ないですね。現れないですね、はい、2人で一緒に、シャトタク。俺とタケルはね、本当に仲いいですよ。はい、一番好きなドリームで、はい、今日は2人っすね。今日2人っす。今人マジいねっす。今の紹介やばいっすよ、ヒーヒー言ってますよ。いや、本当に、うん、なんかいいの、誕生日受けれるの言われてますね。どうもどうも、シャトル、もうそうなんですよ、チャイナイズすいませんって言って、ホスホスでっつって、詳細は朝までベロベロに飲んでたんですけど、
帰った記憶なくて俺よく帰ったなっつって、本当に家にいたんですね、ちょっと。そう、その寮生からあのお手洗いはちゃんとトイレで死ねみたいな言われて、あ、どっかで仕事してたのよくあるよくあるトイレじゃないところでするパターンですね。起きてもうベロベロすぎて泥酔してないから、はい、あ、泥酔じゃない、寝床してないからっつって心配だったけど、しなかったです。寝床今まで2回ぐらいあるんですよ、泥酔しすぎて沖縄でランランのベッドの上と、おーしかも自由度ベッドじゃないし、かもしかもランさん、ランさんその2日目の次の日寝床したベッドで、あ、いいよ俺ここでってサクッとそこで寝たからね、おマジかっつって潔いのか大人なのか、あ、大人、ランさん笑った、笑ったいやその後も最近危うくゴミ箱で潜まってたいやお前ゴミ箱で潜まってたよって言われて嘘でしょみたいな、記憶ないですけどね。いや大家のホストは酔っ払うとゴミ箱でしちゃうやつ、何なんだろう、トイレが近いところになっちゃうんですね、やっぱ。何なんだろうね、歩けなくてゴミだからいいだろうみたいな要は本当にちなみに、あの、僕らはアロエを飲んでおります。アロエ、とりあえずエンジンかけて2日酔いだよね、アロエっす、ほんとに2日酔いとかね、ベロベロだけどそうなんですよ。はい、今日だいたいもう、上から下まで全部ダブルついてる確かに、確かに笑われてばっかしじみしじみは確かに大事ですね、2日酔いには。いやぁ、ベロベロっす、バラったな。しじみ食べたいってどういうことですかね、でも、うん、しじみね、食べたいね、しじみの味噌汁がいいね、やっぱり、うん、しじみラーメンってみんなうまいうまいって言いますけど、俺しじみラーメン好きじゃないんだよな。ラーメンって感覚で食うからダメなんだろうな。さっぱりっすもんね、あれは。汁だけでいいよ汁大事です、味噌汁。誰が汁大言うやべ、汚れてる、字が小さい、ところどころ字小さいのは何なんですかね。へっぱろ、へっぱろぜ頭に字が小さいです。いただきます。お疲れ様です。プレミアム、うお、トマト鍋ですか。食べたことないな、トマト料理好きなんだよ、食べてみたいけど。おじさん最近いっぱい料理してますからね。そうや、なんか将来バー出したいからちょっとおつまみぐらい作れないとなって。つまみな、タケノコ料理でも上手だよね。うまいな、ささみ、鶏ささみですね、鶏ささみ、鶏ハム作ってきてくれたんだけど、美味しくて、そう、タクだよ、うめうめっつって食わしてもらって一瞬でしたね。最近ちょっとサボってますね。うん、いや、忙しいとか言うとかよくあるだろうね、量なんだろうな。そうそう、気がする。料理はね、ストレス解消になるんですよ。こう夢中で、もう集中してすげえ必死に作ってる時って無になるし、出来上がった時って達成感があるんで、もうそこがもうその瞬間にもうスカッと言うんですよ、スカッとスカッと言うんですよ、スカッと言ったね、そこはめっちゃトマトきますよ。俺キムチ鍋大好きです。キムチは美味しいです。トマト鍋うまいですか。トマト鍋キムチ鍋うまいですよ。ゆうさんかな、誰かな、誰が見てくれてるか。うん、つなぎもつなぎもうまいっす。あご弱いんでね、よくつなぎも苦手なんですよ俺。このつなぎも食いやるけど、だいたいカイさんは、カイ代表はね、だいたいもつなぎもなんだけど、つなぎも代表なんだもん。つなぎの代表。いやつなぎのみたいな顔しながらおすごいね、おお代表行ったら、つなぎまで行ったれって呼んだるか、今電話でくねくねそうなってる。ちょっとコメントどうやってるんだろう。どうなんすかね。いやー、もうすげえくねくねしてるから俺。
ってないけどね。お腹すいたっすね。そうだ、ダメよ。野菜スティック食ってきたんで。野菜スティックいただきます。一人一個ずつっつって。わかりました、俺もやっぱね、キュウリ。今日タケル可愛かったのが、俺がちょっと遅れるかもしんないっつって怖いと思う。タケルやつやつって、そしたらそしたら、俺一回しか出たことないんだよ、不安です。めっちゃ不安です、めっちゃ不安です。つい7時開始なんですけど、こいつ、あの、ついたの俺7時です、ぴったり。ほんとぴったり。やべ、始めた。座った瞬間始まったんだよ、びっくりしたよね。どうスタート行こうみたいな。好きな女性のタイプ。好きな女性のタイプ。なんだろう。好きな。何ですか。俺意外と身長ちっちゃい人が好きなの。ああ、なるほど。大丈夫。まあ、食とかないだね。なんか、ヒール履くのは構わないけど、俺は超えないでほしい。抜かれると、おおってなっちゃうんですよね。そう、恥ずかしいから街歩いてたよ。テレフォンしようとできないんですよ。あえてシャトーの材料に繋ぎようか。それはちょっとまずいですね。それはちょっとまずいですね。スバルさん、ポンポンポン、すごいね、みんなただのロリコンをつけられてる。もうそれはまた小学生だから身長のねディスられておりますね。野菜スープ飲みながら何する。野菜スープ、あ、野菜スティック、野菜スティックです、これ。つまみなんですよ。おつまみ。うまいっす、これ。白菜、白菜、白菜。白菜ね、白菜美味しいね。すごいすごいすごい。俺もあれ好きっすよ。あの、漬物っていうんですか。最高っす。きつい、きつい、きつ、インゴン、眠いインゴン。なんやねん。なんとなく生電話して、ここでリアルに。今見てくれているだろう思う人に閲覧減るみたいな。宴出ないっすね。出ないっす。宴はもう出ないっす、しばらく。仮にバイトとかだったらいいですけど、まあ、レギュラーでフル出勤してると無理っすもん。なんかよく出てたよ俺、トレーニングして。すげえよ今思うの俺、あの時のジムは行きたいっすね。うん、こういう子って俺が犯罪起こすってことですかね、これは。小さい子だから犯罪か、俺起こしたことないわ。 ありますか。いや、犯罪ですか。まあ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 犯罪だったね、でもね。いいですよ、いいです。うん、いただきます。はい、ちょっとした、ちょっとした。うん、よいしょ。何歳が年か。年はちょっと難しいですね。乳がん食べるやらないやろ。大丈夫。肉まん、めっちゃ態度悪いっつって肉まん食いながら肉まんしてる。中学生ね、前だね、地元の友達、お前何歳までいけるとかって話をしてて、はいはいはい、俺中1までいけるわとかってそいつ言ってて、ね、あれやばいねっつって、俺頑張って中3だわっつって、高1とか中1はやばいっすね。中1はやべえやばいって、犯罪だぜ、マジサイコパスだよ。結構サイコ系の友達なんだよ。ちょっとねーやべえっつって、学生になるとちょっとあのこっちになっちゃうんで、やばいね。何歳が一番ベスト。俺ね、意外とね、年上とか好きなんですよ。あの、なんだろうね、年上とか案外何でもいいっす。好きになったらもう関係ないっすよね、やっぱね。それは間違いないっすね。あるけど浮気しないことな、やっぱり。俺のお客様も見てくれてるかな。2人とも従業員に電話してるんですか。あー、従業員ね。じゃあ俺が愛さんに電話しよう。ここの隣で。
そうですか、結構読んでますよ。なになに、こうなんです、ね、会話に困ったらコメントいきますコメント逃げるっつって二人の次元でどっちか、どっちが先でとかあるか。あー、いいよ。じゃあ、ロック解除したら、ヨウシさんのね。ロック解除した。はい、よーい、スタート。誰がいたな。クソせや。ここはあえてここはあえてスピーカーしてる。ここはあえてあ、早い早いおはようございますあの、ニコ生ナウなんですけど、ランさん、おはようございます。ランさん出たのか。ヒューが出てくるんです。ヒューが出てくるんです。わしの勝ちやつ。くっそー、幼馴染だったらいけると思ったのに。ニコ生中に、あ、今大丈夫ですか。あの、生電話してるとコメントがあったんでランさん、さすが。先に、授業に電話してどっちが先に出るか勝負みたいな、タケルと今やってランさん、速攻出てくれたっす。ヒューが出てくれねえっす。俺の、はい、そんなのです。ランさん、ニコ生見てくれてますか。いや、見てないよ当たり前のように。見たので見るわ、出るだろ。あ、よろしく、コメント大変さまでやるぞ、ほんとに。今コメントまだゼロなんで。あ、そうですよ、すいません、はい。じゃあ、よろしく、はい。パスゲーム、スピード、ここスピードさんないっすよね。俺が飲むってこと。なんかあっち行けないっすよ、もうピータスがあったらちょっとね。昨日もね、結構コカボム飲んだんですけど。ダンスコカボムとか最後ゴムパーティーでしたね。そうゴムパー、うん、罰ゲームはグイ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 。すんごい垂れた。やばい、お子ちゃまバレる。俺は、あの、ランさんに電話して、サケルはヒューガに電話をしました。仲良し、幼馴染ヒューガに電話したんですけど、未だに帰ってこないですね、電話。分かって出ないんじゃない。見てて、あえて出てないかもしれない。あえて出てないかもしれない。もしくは初回かな。スピリタスね。まつげが考えてもらったのか。あの、このコメントのあれで、みんなにゴムパ、じゃあコカボム、コカボム、コカボムのゴムパってやつ。ゴムパってなんかいやらしくない。下ネタかっつって。他のロジっすね。飲みやすいというか、なんか普通に休みの人でも結構飲んじゃうというか。みさん飲み誘ってますね、やっぱな。俺イコールコカルドみたいになってるらしくて、うん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 、まあコカレロイコール俺みたいなもんなんですけど、あの系列店とかチャートフローとかにやっぱ同業で一人でも飲みに行ったりするんですよ。俺するんですけど、まあ、お客さんと一緒に行ったりもするけど、行くととりあえずファーストで頼んでもねえのに、あ、コカボムだろっつってコカボム食うんですよ。ふざけんなよっつって、今日まったりの気分だったのにっつって、もうそのままコカボム。そう、一世代表の日だったんですけど、指名で行った時でもうブワーって来て飲んでも飲んでもね、どんどん出てくるんですよ。やめてくれっつって。大丈夫なことある。二人は休みの日でも一緒に遊んで。遊んだことはあるよね。はい。あるある。あの飲んでますね。あれで。嬉しい。ご飯と。あのレクリエーション。ああ、レクは楽しかったっす、あれは。とかね。でもあの営業終わりに。飲みに行ったりとか、この間もあの、うん、居酒屋に3時間いましたね、ずっと語ってましたね。そう、飲みながら語って仕事の、大体仕事のことですけど、うん、そうそうそう、すごい真面目なんで、タケルは。あの性格ね、すごい真面目ですよ。あの、超、なんだろう、いいやつっていうか。そうそう、すごい真面目。なんか、素直というか、純粋というか、超頑張り屋さんだし。電球だったらもっと面白い。ゴムパイ。ボムパイやったよ。ここはボムパーティー。そうそうそう。そもそも俺言ってねえっつって。
イケメン いますよ、うちいますいますいます。なりなりに、まあ俺以外大体みんな行きます、はい。そんなことはないよね。まあデートって自称25歳がいるんですけど自称あいつあれイケメンですよ、イケメンさ。俺もイケメンだなって思って結構いっぱいと言うと批判なんかされたりするから言わないけど、うん、みんな学校です多分、うん、系列線は今キャストはないです、いないです。ドリームしかいないです。そうですね。でももう同じ系列線はやっぱ敵対心というかそのライバル心というかまああるんで、やばい、なんていうの、やばい、354。どうですか、354。やばい、読める。ちょっと俺に漢字を挑んできた場合は誰ですかね、これ。俺に漢字を挑んできた場合は誰ですかね。はい。358は、ど、なんちゅう、なんあれや。めまし金マークに HHE。 ああ、ホワイトなのかと思ったんですけど、違うですね、金でしたね。あが、バカ、何言ってんだよ。わかんねえ、ブックってあってやばい。ああ、そういうことね、あ、そういうことね、はい、うん、どういう意味だろう、意味わかんないっつってうん、マイキのライバル、俺のライバルですか。スバルさん誰だろうな。あ、スバルさん、ガルさんです、スバルさん。誰だろうね、俺、後輩をライバルとは呼びたくないですけど、ダサいことなんですけど、昨日もその、まあって今、グループランマンタスクって、すごい、別格で、そう、かっけえやつがいいですけど、そいつに負けたくねえなって思うんですね。つうか、誰も負けたくないですよ、やっぱこのグループやってるからには。だから今、下積みだと思ってコツコツ頑張ってます、うん、お金欲しいっすね、やっぱね、お金欲しいからね、やっぱホストだから、みんな、そう稼ぐために、はい、稼ごう、はい、うん、バルさん、スバルさんもやっぱりライバルですよ、一世代表も、海代表もそう、いやー、みんなっすよ、ほんとに。なんか、それぞれ、その、すげえなって思う、その、あるんで、一つ一つ、そう、金の小判、金の小判。金の小判。うん。小判欲しいですね、あるな。うん。金になる、売れるんすかね。どうなんだろうね、売れんじゃん、やっぱ。その汚ねえちゃん、その汚ねえちゃん、ミス眠い、1でいきましょう、1リスペクト、1はかっこいいっすか、かっこいいっす、ちょいちょい言われるんですけどね、よくわかんないっす、なんか昨日は口元が似てるありますよね、なんか根元とか髪型性格が似てるとか、根元が似てるとか、なんかよくあるんですよ。嬉しいですけど、かっこいいすぎて、本当になんかすみませんって感じ。そう、イッチはかっこいいっすみたいな。俺似てるって思ったこと、本当に一生もないんで、マサトならあるんですけど、K-1 選手の。マサトかっこいいっすね。よく見てみ、似てないから。グループランナー、もちろんです、今月。撮りたいっす、もうバースデー好きなんで。撮れなかったら、本当恥ずかしいですよね。でも、すごいんで、今。俺、ほんと恥ずかしいっていうか、いや、ナンバーワン取れたんですけど、嬉しいっすよ、すげえ。ドリームで、ナンバーワン。超嬉しいっす。グループナンバー6なんですよ。6。やばいよね。しかし、もうほんと、皆さん、ありがとうございました、先月、ほんとに。ありがとうございます。今月はグループナンバー取りたいと思ってます。頑張ります。
タケルはバースデーってたっけ。もう過ぎましたね、8月。10月か、8月か。8月31日。その時が初めての告知したんで、うん、ちょっと出るんですね。それ以来、うん、よいしょっつって、よいしょっつって。まださ、ポスターあってもさ、なんか、なんだろう、普段からさ、よいしょとか言っちゃいそうだよね。いや、言っちゃいそうっす。絶対、もうなんかノリで飲みの場だから、ね、もう本当友達とかと飲んでても、いや、グイ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 みたいなはいはい、みたいなやっちゃうんですよね、思わずそれが出ちゃうんですよね、本当普通の人と遊んでても忘れ、何あげるのかな、あげる何あげるもらう方ですけどね、さどんぐらい上げるのかなみたいな感じかな。数字の方だね。他グループバースデーのボイジョン今月ね、誰だっけ、今月もなんか誰かいたな、覚えてない、あいつこいつめちゃくちゃや、スランゴすごい。いやね、本当に。なんか、あ、向かい酒だこれ。向かい酒だ。来ました。向かい酒。ついに来ました。二日酔いが来る前に向かい酒できて迎えた。お、うえ。スタートです。今もう。もう手でかいよ。すごくないこのさ。超ちっちゃい。あとね、お手まっすぐなんないですよ。指が。ピン。そう。しょっぱそう。なんか曲がって見えるっすね。そう、絶対まっすぐなんだけどね。おっ、そうです、いって、うん、何欲しい、何欲しい、おここで何でしょう、何でしょうね、何すかね、流星さんですか、グループナンバーワンの栄光っすかね。いや勝ちます、勝ちます。はい、てか、ほんと LINE 初回しなくてすいません、ベロベロで、なんかそう、何気なくかかってきたお客様の電話で起きて、はっで、白番だったんですけど、うん、やべえと思って、はっ、俺今日ニコ生だと思って、パッと時計見たら6時じゃん、危ねえと思って。で、俺普段アラームかけない人なんで、うん、そう、アラームなしで俺毎日起きてるんですよ。名倉潤をそう、なんつうの、あれして尊敬というか真似しちゃう。なんか出勤時間がちゃっかり遅いんで、生意気に。そうね。そう、なんかね、何時に起きないとやばいって言って寝ると、その時間に本当起きれるんですよ。名倉がそうやってしゃべくりで言ってて、真似してみたら本当に感覚あるんですよね、うん、起きた瞬間、あ、今こんぐらいだろうね、本当にぴったりするぐらいで、本当に7時ぴったりとか起きたりとかですね。リンパ腺舐めさせろ。どういうこと？うん。どこのリンパ腺だ？リンパ腺ここら辺ってこと？めんどましいわ。シュワッチ。シュワッチってなんだっけ？こっち。シュワッチ。そうです、これそうです。ウルトラマンですね。こっちか。シュワッチ。CM。いきます。CM いきます。はい。
ました。一人になりました。CM5 ね。タバコ吸わないもんで。失礼しました。進んでも意外と進んでますね、コメントが。あ、そう。あ、そうだ。キリコはこれ。あ、これですか。落としていいですか。日本。抜いてしまえ。日本。すみません。あっちで見れないですからね、やっと。これも。あ、ね。すごい、もうわらわらパチパチがすごいね。出てこないでしょ、ね、毎回前も出てこなかったんですよね。そうなんですよ。そう今やってもらうみたいな。それはね、ちょっと胸を出してすっぱっ仕方してるわけじゃないですよ。いやー、それとは何してきたのか。iPad でコメントが見られるんですけど、それを見れるように設定してもらってますね。誰ですかね。アイさん、知り合い来てますよ。え、ウィスって。ああ、ウィスランサっぽい。これランサっぽい。30分番組したいんじゃない。間違いない。1時間意外と長いですよね。1時間ね、もうこの1時間ですっげーブログ。あ、そうだ、あらす、そうだ。いや、来たよな、見れるよこれ。おお、見える。あ、前のコメント見えない。最初の方とか、最初の方じゃなかったね。あ、見れる、よかった。よし、30分にしよう。あ、う、ね、1時間はね、後半ぐだってしまう。見ると表示長い。なんで上に出てますよ、コメント。うまいきまーす。コンパツ憧れる先輩ね、やっぱね、仕事できる先輩ですよ。マジやん。飲みに来てる感覚で働いてるホストの人って多分ホスト多いんだよね。仕事あっても、そうそうそう、アロエの果肉が沈んでますか。素敵だね、素敵。うん、ああ、ぐだってない、ぐだってるかな。なんかね、そうそうそう、ちょいちょい休憩してしまうんで。うん、オフ、そうそう、オフ、ね、そう、うん、でも、あ、武田とは年の初かな。そうです、初です、初か、初です。そうそう、もうタグ、あのお店とかでもすごいついてもらって、場内とか。そうそうそう、俺のお客様もみんなタケルが好きで、しっかり酔っ払ってランさんとかね、カイさんとかみんな好きだよ。うちみんな仲いいもんね。うん、仲いい。会長バースデーをニコ生見てる人に告知してもです、ね、あ、確かに誰だよってなりますよね。そう、会長、あの、そう、会長の話、そう、さっきね、飛んじゃった。あの昔新人の時、昔やつが2年半前、ホスト2年半なんですけど、俺最初で最後のグループって決めてるんですけど、で、ここで、入った会長の車、ケンジさんの車に乗せてもらった時に、うん、あの、車ですね、ナンバーが1123だったんですよ。おー、1123で、あれ会長もしかして俺誕生日ですかつって、車のナンバーつって、そしたら、そうだよって俺、誕生日11月23なんですよ、実は。そうそう、リアバー、 俺と誕生日一緒じゃないですかっつったら、ざけんなガキ、おめえが俺と一緒なんだよ。そうっすよ、つって。そう、その返しが来たんですね。そう、ああ、そうっすね、すみません、つって。そうだって、一緒なんですよね。だからそこでなんかご縁を感じましたというか。そうそう、だからそういうのもあるし、好きな歌会社じゃない、代表なんですが、カエさんね、海、あ、海じゃない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 、海ですか、長渕剛だっつって、長渕だっつって、で、じゃあ一緒に出ましょう、俺も長渕めっちゃ好きなんですよ、とかっつって、で、なんかいろいろね、好きな食べ物だったり酒だったり、あの、気があったというか、だから、いろいろ感じたんですよね、あのグループの。そうそう、ね、ヒューが出たけど、あいつはねすごいかな、ノリが。そうなんだね。まあ
たかしって誰ですか。たかし、たかしはあれだよ、お前キングだよ。ああ、ああ、IWGP の話です。おお、ほうほう。そうそう。みんな1時間、いや別に1時間、どうなんですかね。時間ないみたいな。好きなキャバクラって、キャバクラもう行ってないですからね。うん、たかしは、なんだろう。ああ、ちょっと誰か当てに。あ、わかった、わかった。ここはスルーしようか。するなんでみんな1時間やるの。いや知らないですよ、1時間って決まってるんで。決まってるんだ、そう。好きな大佐は大佐大佐大佐好きなキャバクラ。キャバクラ俺嫌いっす。好きじゃないっすね。あの、行かないっす、一切キャバクラ楽しいのかな。行くのキャバクラとか。俺職人時代にはね、横浜の方行ってたっすか。あ、まあそうなのか。男の二人とも職人あるんで、それっきりっすね。皆さんか、ゆいさんは肝臓大丈夫、肝臓大丈夫、肝臓エキスいっぱい飲んでるんで、なんか最近買ったんですけど、お客様がなんかなんとかなんとかみたいな、いいんだよみたいなって、ね、それが薬局で売ってるっつって言ったらなくて、それ似たような、もうなんか、柿肉プラスみたいな、でも4000円ぐらいするんですけど、これを買って飲んでるんですけど、今日はね、3錠飲みました。おわ、はい、3錠飲んでみました。そうそう、そうなんですよ、健二会長、バースデーなんで。はい、バースデー、ここや、ここや。忘れていいっすよね、なんか。そうなんですよ、ワクワクしましたね。そうなんですよ、バースデーね、ほんとに。そう、一応27になる感じです、俺愛希は。そう、決まってますね、はい、その、うん、決まってます、はい、1時間です。他の人30分なんですかね、わかんないですけど。時間か、うん、ね、みんな1時間でですかね。うん、好きなプリクラ、プリクラ、プリクラ、好きなプリクラなんすかね。好きなプリクラ、俺この間酔っ払ってなんか証明写真でおーおーおー、撮ってたらしく、証明写真をまさか、うん、あれはノリで、だいたいやるよね、みんな誰か、誰かノリでやんのかな。プリクラ行こうぜ、証明写真なんですよね。めっちゃ静かだね。で俺らはさ、基本的にも結構静かだよ、うん、なんかそんな、うん、タイミングに合わせて。この間、そうですね、初回の子で、この店の子みんなうるさいね。いや、この子さ、みんなうるさいと思うよ。いや、俺は結構静かな子なんで、プライベートっつってんですかね、あの奥の時とか何も喋んない、無口なんで俺。ほんと無口なんで俺。あ、かっこよく言えばクール。そうね、クール。俺は言えばもうパリピなんで、しっかり。パリピだね。しっかり言えば。オリシャン？オリシャンありますね。オリシャン一応、はい、俺はやるんですけど、ただ10日ぐらい前にあのやれば大丈夫かと思って言ったんですけど、そのなんかスワロー、あのデコってるスワローのオリシャンが作れない、間に合わないっつって。なんでそのなんか今はでも主流らしくて。みんなやるらしいんだけど、でそのタイプのラッピングのその写真何枚か貼って、ちょっと笑えるような写真も貼ったんですけど、楽しみですね。楽しみですね。明日かな、届くのは。明日届きますね。ちなみに明日は俺多分出勤しないんで、お願いします。先日はオフですね。そうね、うん、兄調子はどう？兄貴調子はどう？兄貴調子いいっす。多分調子いいっす。今小さい。調子いいっすね。会長よく見かける。どうですか？このたまにあるこの2年半多分しゃべってて、道端で3回は会ったことある。3回。10ヶ月に1回。来週はどこですか？そうなんだ。
来週はどうだっけな、すみません、わかんないです。確かシャドウだった気がする。確かに、ね、1時間の番組ぐらいらしいっす。へぇー、みんな30分なんですね。うん、だからね、意外と出てるとあっという間というか、なんかね、その、なんだろう、酔っ払うよね、ここで飲んでるお酒って。なんかやっぱ緊張してるからってもあるんだろうけど、意外とごめんでもね、緊張してるんだもんな。時間長い、最初はね、まだ10分しか経ってないなと思うんだけど、ね、でも気づいた今もう40分経ってんだみたいな。意外とあっという間だよね、ほんとあっという間だよ。ドリームしか誰やねん誰やねん、なちゃんま地蔵ホスト、置物を飲んだよね。ネタはね、やったことないですよ。あの、なんか質問くれたら、なちゃん、なちゃん、はるき生きてるのはるきって言っちゃうんだろうね、はるか生きてるの、はるき、はるき、アイキ緊張しますね。タヌキはどう思いますかね。どっかでくたばってるようなと思いますよ。お着物煙。うなちゃんまん。うなちゃんまんって何？なんか初めて聞いたんだよ。何なんすかね、うなちゃんまん。うなちゃんまん。お腹空いてきた。うなぎ食べたくなってきた、俺。あ、俺うねうねしてるからうなぎってことですか、俺。あれ？うなちゃんまん。うなちゃんまんだよ。僕は食べたんです。俺起きたら何も食ってんです。今野菜スティックで、起きてから食べたもの。野菜す、きゅうり1本と大根2本。きゅうりと大根好きだぞ。みずみずしくて美味しいのよ、これ。お腹すいたね。お腹すきましたね、そう、これこれがどうでもいいんだけど、親子丼を作ったんですよ。親子丼作ったことある？親子丼はないですね。なんか意外とめちゃくちゃ簡単で、もうえ、こんな簡単なのって。なんか卵なんですよ。マジ楽勝というか、びっくりしちゃう。そう簡単でびっくりしちゃって大変ですけど読んだ、読みます、このなんかこの感じで飲んでる酒、確かに、俺らヤバくない？今ワンスってしか飲んでない、まだ、まだ、もうグイだよこれ、グイだこれ、やっしゃ、営業に支障出るよこれこのまま俺出勤しちゃうんだよ。緊張しますね。1時間拷問、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 はい、いっぱい質問してください。じゃねえと何々晒すぞみたいな脅しとかあってもいいんでマジ怖いな、怖い怖い怖い2年やってると思う、いかに怖い。バーで飲む大五郎。大五郎ってなんだっけ。大五郎日本酒焼酎どっちですか。あのでもあれですよね、ちっちゃい瓶みたいな。あ、違う、大五郎はでかいやつですか。焼酎か、なんだ、お店に発掘る、お店にする日本酒どのくらいある？日本酒ですか？お店にはナイスさんのほとんどすぐ仕入れられるんで、とりあえず出ないもんあんま置かないようにしてて、うち日本酒はあと、そして俺は飲みません。大好きなんですけど、あれ人変わっちゃうんだよ確かに昔知らんだったんで怖いですよ、ね、あれが出るのかって向こう生で差を出したらいいよ、間違いない間違いない、もう逮捕だよ、こっちもんだよ、こっちもニュース持ちやわ、あげ、出せられないですよ。親子丼って何歳差ぐらい何って、教えて、そういうこと親子丼って何歳差ぐらい、ああ、親、棚にが取ると卵ってこと、その親との差がってこと、知らねえよぶっ飛んできましたね、ゴム派生はどっちですか。俺、そういうのよくあるし、下りたいしなんで俺はもう生怖いもんで、俺は基本ゴムっすよ、基本的にあんましないですけど、酔って上は確かに肛門ってきますね、肛門酔って上ってやつけ、あ、あれ、そう肛門はやばいっすよ、肛門と書いてあるんですね、はい、失禁
出勤したの。出勤ね。聞き間違いですね、これもまた。これも滑舌悪くて、そんなこと滑舌悪いですもん、これ。なんか顔文字使えるんですね、そこに驚き。酔うとキャラカラバー出勤、出勤、誰だろうね、出勤。出勤誰だ。酔うとキャラ変わる、変わるかな、俺。俺どうなんだろう。あいきさん、あー変わりますね。変わるか。はい、昨日、昨日だからもう、ハッピー、ハッピーです。間違いない。俺はただうるせえしか言われないんで、本当にただのカマチョになってしまう。ラストだもん、ラストだ、こんなもんもやってね。最後ババってもんな。10杯結構出ましたよ、ね。すごいババババババってなるんですよね、最後。缶もちょっと並べたんだよ、最後。ラスト取れなくて、なんかマジ僅差で、もう一杯コカボム頼んだけばラストになったんですよ。並んでましたね。超悔しくて、ふざけんなって言いながら飲んでます。あれ、嫁です。もう、おまわしらしいです。ドン、ドドン。6周年か。ロミジュリっていい店だよね。やっぱ他より稼げるしやめられないよな。私タクミのことが好きなの。いえ、俺んタクミだから。また一人です。始まりはまた一人。始まりはじゃあね、ドーム面もうなんか気づいたらめっちゃトークが進んで、コメント進みすぎて、学校の校門って、あーちょっと感じ違うっすね。しゃしゃしゃ、可愛く酔ったって言ってください。はい、言ってください。店にフードはないっすね。フードね、そう、出前頼むんだろう。で来たりとかですね。フードあれやんな。フード担当とかやったら、そういう役職欲しい。確かに。役職名刺に。キッチンシェフみたいな。役職シェフみたいな。何度見てやりますね。食いつかれますね。ぬるぬる。おでんいいな。おでんいいっすね。おでんいいっす。この時期はもうおでんいいっす。おでんに扱うの最高だよね。お夏はやっぱ居酒屋入って、すいません、とりあえず生だけど、夏そうですね。この時期はもうあのそれで扱うんですね。もう一発目から扱うんですよ。お店はキッチンいる、いないっすね。キッチンです。ロミジュリの CM、 ロミエとジュリエット、細いですからね。これ縦疎くて、他のお店もう分かんないですね。ニュージュネ知らないのちょっとダサいですけど、知らないとダサいですけど、縦に興味ないんで調べないですね。前の面白かった、今回の微妙な一人引いてる。そうだね。スティンガー大好き。スティンガーってなんだろう。ニュージェネオスラブかな、多分。全部ここはホストだと思うんですね。あれだな、一人劇団一人。いや、おー、それは違うね。劇団一人ってでも演技力あるし面白いし、すごいよね、あの人ってね。本も読んだことあるんですけど、めちゃくちゃ面白くて、そう、本読んだらさ、あれマジ面白いです。お笑い芸人が書いてる本ってめちゃくちゃ面白くて、結構読んだんですけど、酔うと喧嘩売っちゃう、まあ、あるさ、アルコールのそのせなんか作用というか、副作用じゃないの、副作用調べたことあるんですけど、やっぱり攻撃的になるんで、もう喧嘩売っちゃったらやっぱり手段になりやすいんですよ、アルコールって。だから危険ですよ、薬物と一緒なんで、こんなの。アルチですね。40歳 SJ ニートです。 SJ、
いいえ、40歳でしょ。小学生働けばだろう。まあまあ、いろいろあるよね。なんか、まあ、女の人は料理さえ、料理、育児、家事できればいいと思います。ロミエ・ジュリーはカス、キス、キス。カス、生ばっかじゃないですか。生、生しかしたことないは嫌ですね。それから生ネタスルーしちゃった。めっちゃ聞くじゃん、生。いや、生とかしたことないっす、俺。生しかしたことねえよ。一瞬、イカ、すごいです、ごめんなさい。おー、ありがとうございます、すごい。すごいね。いいよ、ちゃんと、まあ、お前じゃない。締めで言ってあげてくださいね、ホストさんを。いいな、この人とちょっと思ったらね。話だけはやめて。ニュルッと行こうか、ニュルッと行こうか、ニュルッと行こうか、怖いエロい。でもニュルッと行こうか、怖いエロいってどういうことですか。めちゃくちゃや。優雅如く、まあ歌舞伎そうですからね。それに憧れて歌舞伎に出したら、鼻からアロエ出そう。それまたタケル抱きたいね。抱かれたいんじゃなくて抱きたいんだよ。お、怖い。こっちですか、こっちの人ですか。男だったらやめてくださいね、本当に。本当にもう最近ね、親さんがなんかいい波乗ってるねって言ってました。あー、入ってくるわけよ、ずっと。あれは焦る。面白いね。とりあえず名探偵コナンゲームは、そっからセックスオンザピッチが始まるよ。怖い怖い、もうゲームは怖いです。タクだよ、ゲーム大好きなんだよ。もうゲーマーなんすよ、俺。タクゲーマーなんすよ。優雅のことだから、普段は小動物系で、優雅やからってから。おぉ、急変。うん、まあ、狼ってことでいいんじゃないですかね。満月見ちゃったってことで。そんなもんすよ。酔ったらやがらっすよ、みんな。俺も酒ヤクザ系なんで。二人に抱かれたいと思うよ。からの生。からやかましい。W に挟まれてる部分もまた生な、生絞りだ。何でも生がいいっすよ。はい、兄貴も春樹ももうすぐ誕生日だね。春樹って何だっけ。うん、いたな、そんなやつ。いや、俺が入って戻ってきたと思いきやまたいないんで。俺も兄貴とも弟とも疎遠なんで、いろいろありまして。退乳嵐、退乳嵐って多いっすよ、やっぱ多いっつうか、その人の気持ちじゃないからわからないけど、やっぱり多いっすよ。はい、ケツの穴欲しいわ、ちょっとやめてください。男じゃねえすか、これ。間違いない、これ間違いない。あー、サプライキャストカスね。ゲイだよって来ましたよ。おー、これ絶対絶対やばいやばい。逃げるわ。ゲイム。困っちゃったね、これはもう。すごいすごいすごいです、これは。ゲイばっかりになってます。やばいね。俺でも新人の時ゲイっぽいってすげえ言われてて、ね、ストール巻いてたんだけど、ね、ストール巻いてたらゲイっぽいってすげえ言われて、髪ももっと短かったんで、今2年半伸ばしてこれなんですよ、これ。すごい、ユキ髪伸ばすんだ、俺決めた。決めて2年半ってところだから、やばいね。キッチャーさんがやってほしくて、セット自分でしてるんで。いやー、ね、というか俺も自分でしてるって言っていいっすね。しないよ、うまいよね。これは無理っす、ヘアメス。あ、これはヘアメス。グイだ、グイ。あぐい声枯れる時は生声じゃん。声じゃねえ。抱かれる時は生。あ、なるほどね。はい、もう担当欲しい、担当してください。兄貴言うんですよ、俺3兄弟なんですよ。そう、兄貴、俺、弟みたいな。俺泣かしたいって言われたらどういうことですか。ゲイだよ、担当欲しい。担当ね、欲しい。でも、欲しいって答えないってことでしょ。好きなタイプ。まあね、自分の好み似合うホストさん。まあ、初回回らないと分かんなかったりするしね。ホストチェックして、ちょっと初回指名で行ってみるのもいいと思うよ。
コメントがやばいっす。兄貴、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 ハゲやかましい、ハゲだよコメントがやばいっす。あ、違うだよ、ハゲる泣かしちゃうコウモになんかやった、ハゲるのさ、おいしい。あ、コウモンは少女っすよ、これ。コウモンキャストかっつって絶対誰か荒らしてますよ、これ近くやつやばいっす、やばいっす絶対あいつだろ話がいるわ、打ち込みたい。アルカハニー、アルカハニーってなんだろう、わかんないな。マカロニならわかるっすよね。えタケル中瀬に初回指名行こうか。中瀬に、なんで行ったら、行ったら、なんで中、もう来た瞬間にわかるっすね、中瀬に来たってルイセン YKR だった。俺、推し、推し怖いっすよ、推しは。コマーシャルとかでさ、すっげえ感動映画とかあるじゃん。はい。なんか、その時の情緒なのかな。見ててさ、コマーシャルだけですっげえ涙ぐむってなる。大丈夫。初回枕してくれる兄貴にしません。しないですね。初回ね、今日じゃあ来てください、初回。あと1分。お、もうそんな時間か。マジ早い。最後告知いきますか。です、はい、じゃあ告知いきます。はい、この見ての通り、16日俺のバースデーとなっております。そして会長のバースデーが22日、ですね。ドリームでは木曜日かな。いや違うな、木曜日です。あ、違います、勤労感謝の日なんですけど、はい、の前日、前日に、はい、どっちも次の日は勤労と終日となっております。はい、そうです、お願いします。16日、ぜひ。そう、16日お願いします。師匠、はい、7時からのご来店をお待ちしております。はい、3分でもいいです。そうですね、大木さんに会いに、ゴルシャン一を作るんでお願いしますね。うんうんうん、うん、そして、うん、クリスマス近いですね。またお願いします。ありがとうございます。